待ちなされ。私に何か。惜しい。骨相といい、目の光といい、若さに似合わずなかなかの器量じゃが、惜しい。その若さでは御仏に帰依せよと言うても無駄じゃろう。やりたいようにやんなさい。一生を一年で生きるつもりでな。訳を、訳を聞かせてください。顔に思想が出てよ。あんたの命はあと一年じゃ。次郎長は法院の言葉を必ずしも信じたわけではなかった。だがあと一年の命と言われたことが彼の心の中にある決意を燃え上がらせる引き金となったのである。どういうことなの長五郎さん。今も言った通りだ。祝言の話はなかったことにしてくれ。そんな悪い冗談はよしてやる。冗談なんかじゃないさ。訳を聞かせて。誰か他に好きな人でもできたの？いや、そんなことはない。俺が好きなのは、とにかくお嬢さんと一緒になるわけにいかなくなったんだ。俺のことなんか早く忘れて、いいお婿さん探してくれ。お待ちください。お願いです。私に剣術を教えてください。剣術を。はい。姉さんどうしたんだい。近頃変だぜ。何でもやりしないわよ。そんなこと言ったって浮かない顔ばかりして。長五郎さんと何かあったんかい。やっぱりそうか。一体何があったんだい。変だよな。鬼瓦の一件があって以来、山岡様は黙って消えちまうし、長五郎さんは変によそよそしいし。姉さん、何だったら俺長五郎さんに話しつけてこようか。グズグズしねえで早く姉さんもらってくれって。清右衛門。だって姉さんは。やめて。もうその話はやめて。三国一の花嫁だ。受け取ってくれ。しかし私は教場持ちのお尋ね者、そしてお前らの親分にお世話になっているのですし。それが教場所の裁きでは、清水代官黒瀬軍太夫は鬼瓦なるならず者との腐れ縁を崩壊し、彼を切った上で己も切腹して果てたと相なった。よって清水一家はお構いなし。やったやったー。早く振らねえ。さあ。長五郎さん、生きてこうして会えました。どうぞお嫁に。だが俺はもう米屋じゃねえ、渡世人になっちまったんだぜ。構いません、あなたと一緒なら。先生、親分、どうもありがとうございました。